さてさて次は東国三社の一つ鹿島神宮へ行きました。ガムテテマシタムテマカムテテマサタマチウチマタンタンテマラシャンガシャンガシャンティスマラシャン。映像でもわかるようにもう夕暮れ時です。日が沈まないうちに次の場所へ行きたいので境内舎への挨拶は省き急いで本殿へ行くことにいたしました。鹿島神宮のような珍しいこの本殿を横に置くところ、これ珍しいんですよ。うん、何か所かありますけど、ここすごい珍しいですね。下からはい。よし、はい、綺麗に並んで。はい、お願いします。ガムマシテマチムククネドマシャンサマスンマテンタママシアカムチテマシャンククルマシャンテンマチンタネガシャンタトゥンマテンタムクカンチンバシャチャクカンクカンクスマシャンタトゥワシンタマチキャクカナハシキケンパパランシャンプフーチガシンタネガシャガルシャティテナマシカクンペガテンタレフチャンナガシ天ぷパラニガシンちゃん、くんくんかんわしんかんけかねがしきってたわ。とぅわさんたま。ぐじゃまちたまち、ちちまはんて、くうかんかし、てばす。てたまちんたらく、くかかにかしゅんちゃま。たんてばらしかきか、かしんたらし、かしんまはて、かした。ワクイチャマティ様、トミトゥマサティティミヤさん、ハークマシアン、マクサマティティアサー、ありがとうございます。ありがたくいただきます。ガシンタマシチマシャン、ガシタマシャン。マグシャナマシ、チムさん、クティタン、マティンタン、ガシンちゃん、どうぞよろしくお願いいたします。マシン、サマティカナガシティアさんか、ワーチンマラサマシ、シャーカシャン。ごせんサマティサか。ありがとうございます。はい。下がって。今日の一日の祈りを全部この、鹿島神宮の本殿の神様にご報告いたしました。そして、いただいたものエキスからの稲穂と香取からのご神教のご説明もしで、このフォッサマグナの件も全部ご説明した後、分かりましたということで白い三宝に乗った稲穂と鏡と勾玉が乗ったんですよ。それは向こうからスッとできて、これが小2なんです。ここのそしてもう一つ、この多分東国三社の意味だと思うんだけど、これいただいた後にこのあと皆々様もそのご活躍をするこの目的を達成するために3名の、さっきそこ通っていった白赤バカモの巫女3名つけてくれたんです今スッと。だからこの東国三社のそれぞれ巫女だと思うんだけど、その巫女がこの発作ママのためにお力を貸し、今度は僕大学西行くじゃないですか。でこの巫女たちが一緒に置くんですよ。っていうことが全部この鹿島の勝因でした。無事今日のカントの目的が達成しました。どうもありがとうございます。であそうかまず一回後宮かだよね、皆さんもね。で後宮行って、すぐ解散になっちゃうんで行きましょう。はい、申し訳ない初めて来た人はこの右の奥に要石があって左に池があって今度遊びに来てください。はい、ありがとうございます。隊列を組んでください。きれいに縦横並んでください。4名ですかな。縦横きれいに合わせてください。このお巫女様厳しいのできちっとしないとダメですよ。男下がりましょうか。信者と下がってください。はい、では入ります。よし、待ってみます。参加のましのテーマ半壊ご一緒にたまちしてよいていたのましょう。こっちにたのましょう。ご一緒によろしくお願いいたします。手間しまくここのましはまっていむばさん、かむてにまさんかしゃなまさん、ごしんてよさん、くりまさん、たまかかながしゃかしてよ。ガムタタマシアムシタマティシマンブニマシマサマティティナマサンティアさんワカニナシムシアマカクナハシアマティティムサさんウチンマランタティアマシさんマクサマティティアマククネアシアマシティクンカラガシギギティワクンカラマシアタムウクニンカハンカハイシクティマサンガリシグチンマタンタラカグジャマタラシクマクタナムフジーシーカサマシャクカカネマシサムトゥタマシンタンクーチャンマランティティワシマシャティンガガカウーチンマランティティマシンガラシシャマクーシンマランシティアネマシンティナムガチンタマチグーチンマランティタマチカナカカシマサンティグーフンマランティタマチカンチティアカこのカマカシンタラチカンカシグーチャンマランティバーシンカラカカグーテンマランカカシヤカンテンシャンコンコンキョンヤシャガントシャンムシシャンカラシギグガナマシキヤカクヌマシャカティバカンキャカシティティティマーサンカティングシャンティティマーシャンカニギシグニガシャンタリググートゥンマラシマシャンタラマークンワランサラシャン。マークンワランタラシャン。ワークンクノマシヤスム。ワクティニマシャククカンマシムーティンタマチクカカニタン。ティンティンマランシマシャンティクカン。空間かククネマシティ。ティムマサンティシャンガン。キリシャンチーシャン。キラシャン。トゥーテンマランシャムテテンマシャンガシンガシウーアンタンウワゴンダマシェテガシウワジョンジャマシジャガチサマシガマチャカネナマシティムテタマサンカティシアガンマクシャナタシムシタマティアサマンハクティネマシャンカムティアサンガーティンサマチアサンガーティンティムタタマシャカムサンガムタタマシャティンマサンカシャムティサはい、ありがとうございます。後ろからお下がりください。おみこ様に今日一日のご報告、神事の目的を全部告げて、お話をしたんだけども、それがあなたたちの誠意なのかと一言言われましたね。本当にまっすぐ向ける心がそれなのかと。でそこで僕はやはりと思ったんだけど、最初本当座ろうと思ったんだけどダメでね、自分たちが本気の姿を見せなきゃダメだったので、それで正座をしたんですよ。でじっとそれを見られましたね。お一人お一人の心の中を。で一人だけちょっとフォローが違う人がいるのねって、まあ慣れてないから仕方ない人もいるわねって、まあそれは仕方にしましょうと言ってた。他はまあフォローが合ってると言ってた。で最終的にあなたたちがしたいことは分かりましたと。で関西の方でする鏡一族の方々、それから琵琶湖の方々お力も借りるということの話と方法仕組みも全部お話したんですよ。そして最終的に、回転の両側を反対側で回して真ん中で出るにして、それを固定したいと。で発散物が出て割れないようにしたいということでお話をした時に、最終的にすごく優しい声で「私にできることであればさせていただきますよ」という言葉をいただいたんで、それで承認です。すごく優しくおっしゃってるけど、ものすごい力ある方なので。で鹿島にいたつけてくれた3名の巫女は「あ、それは私のもともとの弟子ですから」って言って、だからそこから出してる巫女なので、まあ、本当は関西に出すのは喜ばしいことはないんだけど、まあ、つなぎのために仕方ないわねということでそれも許可してもらったし。本当に大川さんなんですよ、ここは。全ての関東の総まとめをする方なので、この方がダメって言ったら全部ダメなんですよ。そういう方がやっと皆さんの心を受け取ってくださったので、これで今日の神事は目的達成ということです。どうもありがとうございます。関東発作マグナ神事はこれにて終了です。しかしまだまだ日本列島が分裂しないようにするための発作マグナ神事は続きますよ。来月は琵琶湖へ行きます。琵琶湖のほとりには鏡族がおられ、そちらの大巫女様のお力を借りなければいけません。関東東国三社の大巫女様と関西鏡族の大巫女様を結ぶことは、おっさまぐなを割れさせないようにするためのもの、それが私たちの目的です。次回の関西発作マグナ神事をご期待ください。